デジデイリオダセッティニャーノ、イエストヨハネデジデイリオダセッティニャーノ、マッタレーナデジデイリオダセッティニャーノ本名デジデイリオで、バルトロメオディフランチェスコデッドフェロはルネサンス期に活動したイタリアの彫刻家。セッティニャーノはフィレンツェ近郊のセッティニャーノの石彫刻師、石膏の家に生まれた。セッティニャーノの作品、特に浅浮き彫りの使い方にドナテロの影響が見られる。 1450年から1455年の間、セッティニアーノは、フィレンツェのサンタクローチェ聖堂のパッチケレーハイ堂の、サトシ天使のフリーズを制作した。1453年、町の石膏、木工職人のギルドに入ったセッティニアーノは、同聖堂で、ベルナルド・ロスセリーノの作ったレオナルド・ブルーニの母皮に、触発されて、フィレンツェ初期館長、カルロ・マルスッピーニの母皮を作ったが、 それはまるでサルコファガスの上に遺体が横たわっているように見え、その上を付け柱で支えられた外線門が覆っていた。1455年頃からフィレンツェのサンタトリニタ教会にストロッチ家のマリエッタ・ストロッチの共像と多色彩色を施したマッタレーナの木像に着手した。マッタレーナは同時代のドナテロの作品が古ぼけたものに見えるほど好評を博した。 1461年にフィレンツェのサンロレンツオ聖堂のサクラメント礼拝堂にタベルナクルを完成させた。セッティニャーノは1464年フィレンツェで亡くなった。死因は結核と言われているが定かではない。最も有名な弟子はシモーネ・フェルッチである。ジョルジョ・バザーリはその著書、画家、彫刻家、建築家列伝の中にセッティニャーノの伝記を記している。 2011年9月24日に BS ジャパンで放送されたドキュメンタリーテレビドラマフィレンツェラビリンス15世紀の私を探してでは女優アンズが作家の森下のり子に扮してセッティニャーノの足跡や作品を特集していたありがとうございます